周りの氷に光が反射してる。出てきたー。私はフリーザ、氷の使い。森に入ってきたものは全力で倒す。覚悟。さっき戦ったファイヤーが結構強かったから、こいつはそれ以上に強いんでね。みんなどうしようかな。鈍足玉ちょっと使ってみようか。オッケー。これでちょっと一旦近づいて、おお、まあ結構ダメージ食らったけど、今でもいけるか。どんどん行こう。もしやられてもプチ復活だ、プチ復活種かながあんので、まあ復活することができるから。いえ、みんな無敵玉あるけど、これ使わずにいけるんじゃないか。やばい多分ファイヤーがなかなか倒せなくて、ダンジョンめっちゃ巡ったからレベルが上がって結構強くなっちゃったんだ。お願いだフリーザ、オイラたちどうしても先に行かなくちゃならないんだ。頼む、ここを通してくれ。ダメだ、通すことはできない。なんで通しちゃいけないの？なぜ？どうして通っちゃいけないんだよ。この冷たい森の空気がここに来てかなり暖かくなっているからだ。あ、暖かい？オイラすごく寒いんだけど。森の、ね、冷気が乱れ、雪が溶け始めている。今まで溶けたことのない雪が溶け始めているのだ。地球温暖化みたいな感じか。これは今まで一度もなかったことだ。そしてお前たちが森に現れた。これはお前たちの仕業ではないか。結構あの伝説のポケモンたちって結構決めつけてくるよね。そんなことないよ、そんなの偶然だよでも偶然でもなかったりするんだよな。でもなあフリーザー、よく聞いてくれ。ここの雪が溶け始めたのはオイラたちのせいじゃない。本当かな。ここだけじゃない。今はいろんなところで自然変動が起きてるんだ。オイラたちがここに来なくても霊気は乱れてたよ。そんなこと信じられるか。逆に言うとこの二人にそんなここの森をおかしくする力があると思えないんだけどな。でもね、問答無用、覚悟しろ。また戦うの？あ、よかったよかった。あ、さっきのイケメンのポケモンじゃん。アブソル。この者たちの言うことに偽りはない。自然変動は今至る所で起きている。ほ、本当なのか。間違いない。私には自然変動をキャッチする力がある。しかも今回は今までに感じたことのない特別なものだ。ここだけではないのだな、自然変動は。わかった、お前たちを信じよう。ここを通るがよい。フリーザ。ただし、これ以上自然変動が広がないよう食い止めるのだ。頼んだぞ。うん、約束するぞフリーザ。助かった。ありがとう。おかげで助かったよ。礼を言う暇があるなら一刻も早く自然変動を食い止めることだ。このままでは良くないことが起こる。私の本能がそう告げているのだ。私は自然変動の恐ろしさを察知し、危機を感じるままここへやってきたのだが、ここからは力を合わせた方が良さそうだな。あ、仲間になってくれんの？
私もお前たちの仲間になろう。今までニャースと二人っきりだったからな。本当に？自然変動を食い止めるには協力した方がいい。私の力を貸そう。ありがとう、アブゾル。暗闇峠キャンプと共に。来たー。しかも凄技、絞り出すの能力を持って、絞り出す？何それ？野菜ジュース作るのが得意ってこと？かくして、樹氷の森を越えたピカチュウたちは、さらに北を目指しました。さらに北に行っちゃったの？めっちゃ寒いんじゃないね。そして、先に進めば進むほど、厳しさも増していったのです。だってさっき行ったダンジョンでもマンムートが出てきたからね。あのマンモスみたいなやつ？うわぁ、めっちゃすごいことになってんじゃん。雪山の道がひたすら続いている。ここまでかなり歩いたな。ニャースもだいぶ疲れているみたいだ。今まで必死になって旅を続けてきたけど、この先何があるんだろう。本当にこれでよかったのかな。ブルル、寒すぎる。あたりはもう雪ばっかだな。さっきからずっと同じ景色だし、これ本当に先に進んでいるのかな。なあピカチュウ、思うんだけどさ、とうとう誰もいない場所に来たって感じだし、この先歩いても何もないって気もするし、もうかなりヘトヘトだし、オイラたちどうなっちゃうんだろうな。ちょっとわからないっていう、ちょっと絶望的な答え。ごめん、オイラ不安にさせるようなこと言っちまった。ここまで来てどうなるも何もないよな。たとえ先がわからなくても歩けば道は開けるよな。大丈夫、きっとこの先何かがある。ピカチュウを信じてここまでやってきたんだ。オイラこれからもピカチュウを信じるし、どこまでもついていくよ。ニャースは迷わず信頼してくれている。なのに自分が迷っちゃダメじゃないか。もっと自分を信じるんだ。なんだ今のは。めまいかな。ん、どうしたんだよピカチュウ。ついにここまで。誰かが語りかけてくる。ニャース？いや違う、この声はニャースじゃない。この声どこかで聞き覚えが。ついにここまで来たのですね。お待ちしておりました。さあ、ナイト。よかった。やっとお会いできましたね。君は、一体。おい、ピカチュウどうしたんだよ。さっきから独り言言って。他の方々に私の姿は見えません。私の姿はあなたにだけ見えるのです。ここからもう少し進んだところに、氷雪の霊峰という山脈があります。その頂上の奥に、キューコンがいます。そんな寒いとこにいんの、キューコン。キューコンはあなた方が来るのを待っています。気をつけて。ちょっと。おい、ピカチュウってば、どうしたって言うんだよ。一体何があったんだい？これ、キューコンがラスボスなのかな？なるほど、そんなことがあったんだ。サーナイトが現れて、それでさっきボケっとしてたんだな。しかし、キューコンって伝説じゃなく本当にいたんだな。で、あそこの頂上にキューコンがいるってわけだな。ピカチュウ、ここまで頑張ってきた甲斐があったな。キューコンに会って本当のことを聞くんだ。これでピカチュウの疑いもやっと晴れるぜ。よかったよかった。なあピカチュウ、そんな不安そうな顔するなよ。大丈夫だって。それはピカチュウはキューコンに会うの怖いと思うよ。サーナイトを見捨てたひどい人間は、もしかしたら自分かもしれないって。
ついそんな不安な気持ちにもなっちゃうもんね。でもありえないよ、そんなことは絶対。なぜって、そりゃちょっと前は疑ったこともあったけど、今はあれ、どうしてかな、ほんとどうしてだろう。でもとにかくピカチュウはいいやつだし、前にオイラが救助隊をやりたいと思ってた時に小さな森でピカチュウに出会った。思い返すとその時から何かピンとくるものがあったんだ。ほんと不思議だよね。でもオイラはピカチュウを信じてるよ。とにかくあそこに行けば真実が明らかになる。ピカチュウ頑張ろうぜ。来た、ついにここまで来たね。